今回紹介するスレはこちら。学園都市第6位聞いたことがあります。趣味でハンドカフスをしていると、出てきたのん。最新刊では麦の軽くぼこしてあなたははっきり言ってめちゃくちゃ弱いって言って去っていきましたよ。もちろんめちゃくちゃ正体は不明。何？本人だったんすか？本人だと思われる。なんとなくヒーローとしてのイメージは仮面ライダーっぽいんだ。そもそも禁書本編で出てきたんだよね。知ってたらごめんなぁ。ついでに、あなたは身内の裏切りで滅びるんだって煽ってるんだよね。言いたいことだけ言って帰ったんだ。恐怖が深まるんだ。割と頭使って動いてそうなんだよね。賢くない？レベル5最弱が決定した麦のんに悲しき過去。アクセラレーター、垣根、ソギータまず無理。ミサカレールガンで敗北、職法対戦する前に最低限必要な電磁バリア張れない上にチーム戦でも向こうの方が上手。第6位スレガで敗北、なんだなぁ。もうゼロ次元の極点に至るしかない。自ら能力の可能性を絶ったんだ。満足か。かっここれ以上の成長ないよ。しかし職法とミサカ的に怖いというのが共通認識っぽいのです。お前麦のうなんやと思っとんのや。人型のゴジラやぞ。麦のしずりには致命的な弱点がある。攻撃性に特化しすぎて応用性がないことや、性格が違う気がするから青ピワイト的なミスリードな可能性があるんだな。性格が明らかに麻薬なんだよね。冷徹で容赦のない正義の味方なんだ。暗部サイドの F が深まるんだ。青ピは関係ないの確定してたような気がするんだよね。わしめちゃくちゃにわかなんすけど、今のとあるだとレベル5の6位とかインフレに取り残されてないのん。レベル5の序列はアレイスターのプランに対する貢献度とかも加味されるから単純な実力ではないし、実は強かったとかやりようはあるんだ。マッマ人とかそういうレベルと肉薄できるってことはさすがにないだろうけどね。レベル5はあんまりインフレしないという感覚。待てよ、アクセラレータとドラゴンはだいぶインフレしてるんだぜ。ミサカの能力じゃなきゃアンチアートアタッチメントハッキングして扱えないし、ミサカと触法が協力すれば窓のないビル破壊できるし、状況次第なんだよね。まあハッキングはミサカ妹もできるんやけどな。ブヘヘヘヘ。レベル5イコール科学サイドだから普及性では魔術より上だけど、最大値はやっぱりガチオカルトやってる魔術サイドの方が上っすね。6位の場合は自分以外の能力強化もできるっぽいから本編でも重要な可能性はあるんだ。上条さんの記憶を直せるってことは、ドラゴンに何かできるかもしれないってことやん。よくこいつら生き残れてたっすね。生き残るというより戦わないという感覚。マッチアップとコンディションでレベル5すら再起不能になる暗部編において逃げて隠れるという選択肢が取れる賢さ。いやーわしらも暗部名欲しいのみたいなミーハーっぽいこと言ってたり、いかにも暗部でやってけない感じかと思いきや、リーダーがミサカに取り入ろうとしたり結構狡猾なんだよね。スカベンジャー学園都市のレベル5の強さは V 字グラフ疑惑がより深まったんだ。6位は3位、4位、5位よりはずっと強いっぽいんだ。青ピだというのは確定してるんだ。仕方ないんだ。何？ねえ何なのこれ。禁書本編でも第6位登場時病院に青ピがいたあたり露骨を超えた露骨だよねパパ。まあクリスチャン・ローゼン・クロイツ戦で能力使わなかったあたり完全に否定されてるんやけどな。ブヘヘヘヘ。今の6位さん基本は正体隠して自分じゃあんなとも戦おうとしない人任せなんで、ただ使わなかっただけだと何のエビデンスにもならないと思ってんだ。昔は名前すら知られず自分自身で戦ってたのにな。今は他人に力与える形でしか関わらないスタンスなんだよ。おそらくこの1年で起きた変化に何かしらの秘密があると思われるが、仙台一位みたいに脳幹先生にやられて自分の肉体失ってる可能性もありそうなんだよね。こいつ対策で脳幹先生がわざわざ出張ってきてるんだよね。怖くない？創薬に入ってやたら青ピと絡んでる描写が多いから、逆に6位青ピは違うんじゃないかという気がしてきた。それが僕です。そもそも第5位以下は能力の解析が難しいから研究価値自体はあっても成果として期待できないから第5位より下の位置なんだなぁ。よしっちゃ解析は無理だから本人を解析して方法論を探ろう。カッコ5オーバー OS。
確か連鎖がコピーしてるのにもかかわらず6位の能力だけ一切使ってなかったと思うから、そこから推察するに直接戦闘に役立ったり雑に連発してるだけで火力の出る能力ではないのだと思われるが、6位は描写と説明的にコピー版のオールフォーワンっぽいんだよね。少なくとも滝壺みたいに AIM に直接関係あるタイプだと考えられる。描写的に明らかにオールフォーワン地味た能力はおまけ機能でしかない気がするんだよね。待てよ、描写が少なすぎてこの時点で能力推測するのは気が早いんだぜ。いや、本人がペラペラ話したから推測はしやすい部類だとされている。連鎖より便利、作ってはいない。望めば与えられるこれだけでも十分コピー系だと推察は可能だと考えられる。これの他に条件さえ揃っていれば記憶喪失治るってのがあるから意味がわからない。それが僕です。高度な治癒系能力精神操作があればいけなくはないと考えられるが、まあ学園都市に回復能力者ってほとんどいないっぽいんやけどな。武兵、そこは俺も読んだけど側面の一つであって本質の能力じゃない気がするんだよね。6位だしレベル5の能力付与とかはできないんじゃねえかって思うんだ。それならもっと順位は上だしな。かっこぬ、本当になんなんやろな。コピー能力なら上条ちゃんにまだやりようあるしな、おとん。これ完結までわからないんじゃないかな。うむ、実際コピー系で付与できるとかなら第2、3位くらいの順位のはずなんだ。嘘か進化。第6位は生物学系でクローン技術の大元という考察者もいる。おそらくフレンダが墓から蘇る展開で味方滑りすると思われるが、俺と同じ意見だな。科学チームのくせに分野が偏ってたし、第6位が生物学なのは納得なのん。クローン関連は因縁も多いし回復キャラも欲しかったしな。かっこぬ。フレンダはですね、死んでてやっといい感じのキャラなんですよ。うむ、普通に死ぬべきクズなんだな。キヌハタは死にそうになっても仲間を裏切らなかったのに何をやってるんだこのバカは。今さら蘇られてもアイテム内に微妙な空気が流れるだけなんだ。やめた方がいい。既存のパーツを組み合わせて可能性があるならそこに持ってくることができるタイプだと思ってんだ。既存のものしか扱えないから研究価値が低いとかじゃないすか。車椅子ダイナソー木原おばさんがクローン脳みそで超能力後付けしてたし、クローンでデッドコピーはありえるんだ。クローンの命を燃やす使い切りタイプだからその分再現性も高いとか、その代わり成長性はないとか、いろいろや理由もあるしな。かっこぬ。見境妹みたいにコピーしたら弱くなる可能性は十二分にあるんじゃねえかって思ってんだ。生物学系なら脳の構造をいじってパーソナルリアリティをいじってで能力付与してんじゃねえかって思ってんだ。じゃあアイテム3巻の描写は何なんすかね。うむ、存在が薄いのがそもそも能力っぽいのが気になるんだな。6位の議論には致命的な弱点がある。他人に能力を与えてそいつが相反なエツを名乗るようになるという特性のせいで本物っぽいのですらそれぞれ別人の可能性があることや、三坂総体のように能力を与えた偽物を端末に本体の意識が一時的に出てるだけかもしれないんだよね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。